おはようございます、渡辺美里さんとそれから河原健太郎さんとお二人ね、昨日はなんかいい感じでデートみたいな写真が送られてきましたけども、やっぱね若いお二人はなんか輝かしいですね。で、昨日もねすごい噂していただいたみたいで本当にありがとうございます。私の遊園地は名前が決まっていてもうまっすぐ千堀公園なんですよ。そのぐらい愛してますんで、福山千堀公園か、まあ、倉敷はちょっと場所がないんで岡山千堀公園とかね、あと瀬戸内千堀公園っていうのもいいですよね。まあそういう形でいただいた案の中からですね、いろんな遊具とかを設置したりとか、まあ僕の電車とかいいですね、僕が社長するのは。でこうね、行ってきますみたいな、チューチュートレイン、ドイツの村のチューチュートレインじゃないですけども、あんな感じで車掌をねしたいかなと思います。もう一個言えば、海に突き出して遊園地作って、なんか船っていうのもいいですよね。1時間に1本ぐらい出る船で出航しますみたいな感じでキャプテンやりたいなと思います。まあその時はぜひね、お二人にも来ていただいて、たくさん友達を連れてきていただきたいかなと思います。私のポリシーっていうのは、ポリシーっていうか理念っていうのは、遊園地をした時にお客様にもお金使っていただくために、お客様もお金持ちでいてもらいたいなと思うんですよで、自分が遊園地作ったけど、世の中の人がね、みんな年収300万とか400万じゃ遊園地来れないですから、遊園地の代金ってのは高いですからね。入場料とかは8000円ぐらいにしようかと思いますし、でお土産とかも高くって、なんですかね、レストランとかもね高いやつね、一食1500円とか3000円とかにしようかと思うんで、やっぱりお客さんにはもう10万円ぐらい1日で使ってもらいたいんで、だから日当10万とか20万の仕事を世の中の人がみんなできるといいなと思いますそうするとむちゃくちゃ豊かになるんでね、楽しいことばっかりということになるんじゃないかなと。全てのストレスってのは貧乏であるってことが起こすものも多いんですよ。貧乏ってのは美徳でも何でもなくて、救いたい人が救えないとかね、助けたい人が助けられないってことになりますんで、どうやったら平凡な人生とかマイナスな人生から一気にですね、まあ、お金持ちになって豊かになれるかってことをこれからも広めていこうと思います。誰でも金持ちになれます。そこに必要なのは決意だけなんですよね。まあというふうな感じでセミナーみたいな動画になってしまいましたけども、健太郎くんのね、健太郎さんのセミナーもね、楽しみに迫ってますね。もっともっと毎日のように広告してくださいね。広告して広告して広告して、人を呼んでダイレクトメッセージで呼んで、ダイレクトメッセージで呼んでってことの繰り返しですね。で、必ず動画を撮って、その動画を次回のセミナーの予約者にプレゼントするみたいな形を取っていただいてもいいと思います。詳しくはですね、YBIC の方に、ね、お問い合わせいただければ丁寧に教えてくれると思いますんで、そちらの方をまたお便りに、またみんなで会いましょうね。よろしくお願いします。先日はね、バースデーの方も美里さんありがとうございました。健太郎さんもね、バースデーやっていただいて、もうバースデー盛りだくさんになってきますんでよろしくお願いします。今度ね、広島で私もまたちょっと大きめのセミナーやろうかなと思いますんで、そちらの方もご一緒させていただけましたら参考になると思います。またお知らせします。また。